皆さんこんにちは。今日はクリアテープバルーンを作ってみようと思います。今日はあゆちゃんも一緒に作っていきます。クリアテープバルーンで用意するのはダイソーで買ったこちら、これ粘着ゲル両面テープ。このテープはダイソーにあまり売ってないよ。あずちゃんの言う通り、ダイソーではこのテープは売り切れのことが多いから、見つけたら買っておくのがおすすめです。あとはドライヤーか、これなんだろう、ヒートガン。バルーンを膨らます前に温めると楽にバルーンを膨らますことができるようなので、ドライヤーかヒートガンを用意します。これはちなみにメルカリで安く買いました。そうなの？そうだろあとなんだっけ、必要なのがこれとこれと、あとストロー。そう、ストロー大事なんだよね。あ、ストロー持ってくる。ありがとう。ストローはこれをダイソーで買いました。これは、0.5 ミリぐらいの太さのストローです。すいません、0.5 センチの間違いでした。最初に結構太めのストローで 0.8 センチ、8ミリぐらいの太さのストローでやったらちょっと膨らませにくかったので、細いのでやった方がいいです。ちょっと成功できなかったもんね。ではやっていきます。まずはこのテープを切っていきます。まずは4センチぐらいに切ります。これは大体で大丈夫です。で、次にストローを真ん中ら辺にくっつけます。テープを半分に折った時にストローがど真ん中に来る位置にくっつけます。端をしっかり留めるけど、空気のスペース、これね、この空気のスペースはしっかり残します、ストローを入れるところだけ残す。ストローを入れるところじゃなくて、この空気の中の空気の部分を残さないと膨らませられません。でもちゃんと閉じる、こういうところは閉じるかもしれない、ね、大丈夫かな。やってみます。ストローのところでね、剥がす時にね、結構くっついちゃうのが、これもしかしたら先に剥がすのもありかもしれない。スクイーズになった時、テープとテープの中のところがくっついて、これがあ、これちょっと空気の部分がほら、わかるかな、減っちゃいました。とりあえずやってみよう。温めます。30秒間温めていきます。これね、ほら、空気の部分が結構少ないから、ちょっとできるか怪しいです。やってみます。できなそうじゃない？もっと短くしてみたろ。空気の部分が少ないとこうなっちゃうので、よし、もう一回入れます。あ、もう今回は先にフィルムを取ります。さっきフィルムをつけるときに空間がなくなっちゃったから、先にフィルム取ります。この中に空洞ができてます。この空洞が大事、もう一回いきます。でも成功しそう、あ、今度こそうまくいきそう。膨らんで膨らんで、あっ難しいんだけど、これ難しいよねさっきは膨らましすぎたので、途中で膨らましすぎないでやめてみようと思います。2センチぐらい。今度は割れる前に止めてみようと思います。今度こそリベンジできるといいな。よし、今度こそ。どうやら横の部分がちゃんと止まってなかったみたい。できました。やっとできました。できました。この1個の時のコツは空洞をちゃんと残すことと端をしっかり止めるって大きくしすぎないことですね。4センチのテープだとだいたい7、8センチぐらいかな。7、8センチぐらいまで膨らみました。すごく大事なことなんだけど、うち実は最初強粘着、どっちもダンソーなんだけど、この強粘着の方を使ってやってたら粘着力が少なすぎてもうすぐに割れちゃうというか、もう膨らませる時点で端っこが取れちゃって風船になりませんでした。なのでこのこっち超強粘着、こっちの方じゃないとなかなかできないので、この超強粘着の方を皆さん買ってみてください。今回はクリアテープバルーンの作り方をご紹介しました。皆さんの参考になると嬉しいです。楽天ショップやメルカリなど様々なところで髪飾りの販売も行っています。ぜひ覗いてみてね。SNS の登録やチャンネル登録も大歓迎です。ぜひよろしくお願いします。